はい、始まりました。白いうんちチャンネルです。よろしくお願いします。UNC ワークスの会です。テーブルランプを作っています。で、前回はこのぐらいまで進みました。まあ、状況がわからない人は前回の動画をご覧ください。で、まあ、今回は配線をしてちゃんと点灯するかどうかというのをチェックしてみたいと思います。まあ、配線をするのにですね、まあね、ちょっと加工が必要なので、まあちょっと、あれですね、作業場の方に行って加工していきたいと思います。というわけで一応配線をしてみました。仮付けです。電球がつくかどうかやってみたいと思います。お、つきましたね。で、小屋がつくとこんな感じですね。よし。というわけで、あとはこのまま仕上げに入りたいと思います。今回はここまでで終わりです。さようなら。